こんにちは。今日の講義は書籍崖っぷちだったアメリカ任天堂を復活させた男です。この本はウォールストリートジャーナルのベストセラーとなっており、著者であるレジー・フィサ氏が自身の35年にわたるキャリアで学んだ教訓や哲学について綴ったものです。この書籍はハイチ移民の子として生まれ、 B&G、ペプシコ、VH1 などでキャリアを積み、最終的にアメリカ任天堂の社長兼 COO にまで上り詰めた男の波乱に満ちた人生を描いています。レジー氏が直面した困難を打破し、ゲーム産業史上最も影響力のある人物の一人になるまでの過程に焦点を当てています。まずは序章では、任天堂の岩田聡氏との別れに触れています。この別れがレジー氏の人生とキャリアにおいて大きな転機となったことが述べられています。そして第1章では、友人を失ったことで再確認された心情について触れられています。自分の考えを貫く勇気の重要性や信念を持ち続けることの意義が語られています。第2章では、胸躍る仕事との出会い方について論じられています。仕事に情熱を持ち、自らのキャリアにおいて充実感を得るための方法が提示されています。そして第3章では、任天堂からの電話がレジー氏の人生におけるピンチかチャンスかを問うものとなったエピソードが描かれています。その後の展開はレジー氏が任天堂の再生に挑む姿を追います。第4章では、任天堂を再生させるための大勝負である E3 に焦点が当てられています。大胆な戦略と決断が任天堂の未来を切り開く鍵となった出来事が描かれています。そして第5章では、改革と決断に必要な自分を信じる勇気について探求されています。困難に直面した時に自分自身や自らの判断に信頼し進んでいくことの重要性が語られています。第6章では、大きな方向転換がテーマとなっています。戦略を転換する決断が任天堂の未来にどのような影響を与えたのかが描かれています。そして最終章では、レジー氏が次世代に伝えたいメッセージに焦点が当てられています。自らの経験や教訓から得た知識や価値観を次世代に継承していく意義が語られています。この書籍はレジ・フィサ氏の人生とキャリアから得られる多くの教訓や洞察を通じて読者にインスピレーションを与えることができるものです。彼の勇気、決断力、そして持続的な好奇心がいかにして彼を成功へと導いたのかが詳細に描かれています。読者は自らの人生やキャリアにおいてもレジー氏の経験から学び成長することができるでしょう。アメリカ任天堂の歴史は1980年代初頭に遡ります。1981年、任天堂は大ヒットゲームドンキーコングをアメリカで発売しました。しかし当時のアメリカのビデオゲーム業界は混乱期にあり、任天堂の参入は難航しました。それでも彼らは挫折を乗り越え、1983年にはファミリーコンピュータファミコンの北米版である任天堂エンターテインメントシステム NES を発売しました。 NES は大ヒットし、任天堂はアメリカでのゲーム事業の地方を確立することができました。1985年、マリオの人気キャラクターが登場したスーパーマリオブラザーズが発売され、 NES の普及に大きく貢献しました。このゲームは任天堂の象徴的な作品となり、アメリカのプレイヤーたちに愛されました。1990年代に入ると、任天堂はソニーとの提携を経て、ソニーがプレイステーションを発売するなど、ゲーム機の競争が激化しました。しかし任天堂は1996年に発売した携帯ゲーム機ゲームボーイが大ヒットするなど一定の地位を確保しました。2000年代以降、任天堂は Wii や任天堂 DS など革新的なゲーム機を投入し、ゲーム業界に新風を吹き込みました。特に2017年に発売された NINTENDOSWITCH は大成功を収め、世界中で高い評価を得ました。このように任天堂は革新的なアイデアとクオリティの高いゲームで常に先駆者としての地位を確立してきました。そしてレジ・フィサ氏が登場し、アメリカ任天堂の歴史に新たなページを刻んだのです。彼の率直なリーダーシップと勇気は任天堂をさらなる高みへと導きました。彼が任天堂のトップに就任した際、会社は崖っぷちに立たされていましたが、
彼の戦略的な視点と決断力によって再び成功への道を歩み始めました。彼の著書ではその壮絶な経験と知恵を通じて私たちに多くのことを教えてくれます。自らの信念を貫き通すことの重要性、常に新しいアイデアやチャンスを追求し続けることの意味、そして成功に向かって挑戦し続ける姿勢の重要性など、数々の価値ある教訓が詰まっています。彼の物語は単なる経営書や自叙伝にとどまらず、私たちに勇気と希望を与えるものです。彼が越えてきた障壁や困難は私たちの人生でも遭遇するかもしれません。しかし彼のように自らの信念を貫き、決して立ち止まることなく前進することが成功への鍵であることを学ぶことができます。彼の物語は私たちにとっての指針となるでしょう。レジー・フィサ氏はハイチ系アメリカ人の実業家であり、2006年から2019年まで米国任天堂の社長兼最高経営責任者 COO を務め、ゲーム業界で最も影響力のある人物の一人として君臨しました。彼はハイチ移民の家庭に生まれ、ニューヨーク州で育ちました。コーネル大学を卒業後、 B&G、ペプシコ、VH1 などで経験を積み、2003年に任天堂に入社しました。2006年、アメリカ人として初めて米国任天堂のトップに就任した彼は、説得力のある話し方からREGGIELUTION と呼ばれ、多くのファンを獲得しました。彼のリーダーシップのもと、Wii の大ヒットに貢献し、後に NINTENDOSWITCH の戦略も立案しました。彼は、ただの経営者ではなく、ゲーム業界のトップとして、常に新しいアイデアを追求し、業界に革新をもたらしました。フィサ氏は、任天堂の前社長である岩田聡氏と親交が深く、岩田氏の死去後もその意思を受け継ぎ、任天堂の再生に尽力しました。彼は岩田氏の病室を訪れ、任天堂の歴史について話を聞いたとされています。このようなエピソードは、彼の人間味あふれるリーダーシップと任天堂への深い愛情を物語っています。2019年に任天堂を退職した後、彼は自身の夢を追い求めました。彼はビーチでスキューバダイビングショップを開くことが夢だと語っています。彼の退職はゲーム業界にとって大きな損失でしたが、彼の功績と遺産は永遠にゲーム業界の歴史に刻まれるでしょう。彼の著書は彼のキャリアと人生から得た洞察と教訓を伝えるものです。彼の物語は成功への道を模索する者にとっての指針となり、彼の人間性と情熱は私たちに勇気と希望を与えてくれます。彼のように自らの信念に従って夢を追い求めることが私たちの人生をより充実させる秘訣なのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体と心は私たちの人生を支える基盤です。健康的でバランスの取れた生活を送ることは、私たちが幸福で充実した人生を送るための重要な要素です。そのため、ダイエットや運動、健康管理は単なる見た目の美しさだけでなく、心身の健康を保つためにも欠かせないものです。そこで、ライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。このプライベートジムは単なるダイエットだけでなく、健康管理にも特化したサービスを提供しています。その特徴は多岐にわたります。まず、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴の一つです。これは一人一人に合わせたプログラムをトレーナーが作成し、個別指導してくれるというものです。これまでジム通いが苦手だった方やダイエットが続かなかった方にとっては大変魅力的なサービスです。また、食生活やメンタルのマネージメントも重視されています。健康的な食事や心のケアもダイエットやトレーニングの一環として行われ、総合的な健康管理が図られます。これによりリバウンドしにくい体づくりが可能となります。さらに、30日間無条件全額返金保証も提供されています。これはクライアントの満足度を重視し、安心してプログラムに取り組むことができる制度です。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングや無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間など、クライアントの利便性やプライバシーを考慮したサービスも魅力的です。このように、
ライズアップ結果にコミット。プライベートジムは単なるダイエットジムではなく、健康的な生活習慣の獲得やメンタルケアにも注力したプライベートジムとして多くの人々に支持されています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。